1929年のコース1929年のルマン24時間レースは7回目のルマン24時間レースであり1929年6月15日から6月16日にかけてフランスのサルトサーキットで行われたコースは 17.262km 週から 16.340km 週へとわずかに短縮された出走したのは25台 乾燥したのは10台。ベントレーは、ベントレースピード6の1号車、ベントレー4リットルの8号車から11号車の4台、計5台を投入した。11号車のみ、ペロット製のブレーキを装着していたという。1周目を終わった時点でベントレーは、前から1号車、8号車、9号車、10号車、11号車、と5位までを、絶検番号順に締めて走っていた。 7周目に、バーナード・リュービン、アールハウ組の11号車が、ダイナモシャフト・破損によりリタイアし、ルマンで最初にリタイアしたベントレーとなったものの、それ以外の4台は完走した。ウルフ・バーナーと、ヘンリー・バーキン組のベントレースピード6の1号車が24時間で 2843.830km を、平均速度時速 118.492km で、走って優勝した。 CH モアティによると1号車は10周目にラップ平均速度で時速 123.305km の新記録を出しその後さらに時速 133.551km に更新したというが当時の新聞オートのモーリスバーソンの記事によれば新記録は18周目でタイムは7分7秒平均速度は 時速 137.929km、最高速度は時速 180km であったという。第2位は、ジャック・ダンフィー、グレン・キット・ストーン組のベントレイ4リットル9号車。第3位は、ダドリー・ベンジャフィールド、アンドレ・ド・エア・ランガー組のベントレイ4リットル1 0号車。第4位は、フランク・クレメント、ジャン・シャ・サーニュー組のベントレイ4リットル8号車と上位4位。 までを独占し完全勝利と言える状況であった。ありがとうございます。